ビョルン・リンデマンは、ドイツ・ニーダー・ザク選手、ニーイン・ブルク、ベーザー出身のサッカー選手。VFL ・ミュンヘハーゲン、TSV ロックムを経て、1998年に、ハノーファー96の下部組織に加入した。下部組織から昇格したが、ブンデスリーガでの出場機会はなく、オーバーリーガ所属のセカンドチームでプレーした。2004年に、ハノーファー96を離れてからは、 レギオナルリーガ、オーバーリーガのクラブを転々とした。2009年、3、リーガの VFL オスナブディックに移籍した。2009から10年シーズンは36試合11得点11アシストの活躍でリーグ優勝に貢献し、年間最優秀選手に選ばれた。2010から11年シーズンは2、ブンデスリーガで24試合4得点4はアシストを記録したが、リンデマンは、 シーズン途中に解雇され、チームも3、リーガに降格した。リンデーマンは、VFL オスナブディックの絶対的な選手であり、最高のフィールドプレイヤーと考えられていたが、2011年4月、チームが残留争いをしている中、酒に酔った状態で練習に来たことから解雇された。2012年1月、3、リーガの FC カールサイスイエーナから、 タイプレミアリーグのアーミーユナイテッド FC に移籍した。2014年、スパンブリー FC に移籍し、2014年シーズンは得点ランキング4位の18得点を記録した。2014年12月、2年契約でナコンラーチャシーマー FC に移籍した。ありがとうございます。